え、すごい、すごい綺麗そう、最後に寝れる寝れるベッドいらんベッドいらんあー、これこたつ最高だわ、うん、この空間でこたつ、うん、とってもいいよね、うん、めっちゃいい、うん、ちょ確かにこのエアコンだけだとちょっと寒いかなと思ったけど、うん、こたつあるとだいぶ違う、うん、でもエアコンもでも結構温まるよ、あー、うん、ねなんかいいエアコンだもん。プラスもクラスターついてるし。そしてミスが来ましたね。はい、来ました。スイッチ持ってきました。お、いいじゃん。いいな。スイッチ欲しいよ。もうずっと1年以上言い続けてる。スイッチ欲しいよ。こっちが空いてる。ミサコが旅行してたら可哀想だ。いいよ。見てます。みんなのミサコの扱いよ。いいよ。ミサコ、ちょっと失礼します。この中でゲームするのめちゃくちゃ良さそうね。最高すぎませんこの環境。酒欲しくなっちゃった。欲しいよね。なんか次ちょっとホットワイン系とか飲みたくない？ああいいっすね。そう、麦ちゃんは多分私と同じ同類だなと思っててお酒に関して。本当ですか？めっちゃ酒くず。酒くず。お酒大好きはない。酒くずだよ。本当に酒くずになるよ。いろんなお酒教えたくなるもん、ツイート見てて。このお酒美味しいんだよ。最近ヨーグルトのお酒に。ああいいね。そう、あれ買った。アロマオイル。どれが良いですか？みんなの好みのこれは。部屋ごとなんでもいい。多分。もしなんか匂い好きなのある？甘いやつ。甘いやつ。甘いってなんだろうね。バニラ。あ、バニラ大好き。バニラナイス。何が？いらんいらんと思います。ラベンダーとかじゃない？オレンジスイート。待って、コーノデラブは。甘いのがなければ柑橘系です。オレンジスイートがあるよ。あ、いいじゃん、それじゃん。オレンジスイートかレモンだ。うん、個人的にはオレンジスイートだ。いいんじゃん。いいんじゃん。オッケー。こっちどうしよう。なんでもいい。選んでいいよ。でもこれ、フラッグがゴールは変わらないっすよね。変わらないっすよね。ケケイズウィンとかにできればいいと思ってた。あんなとかないし。ババに座ったら死ぬ、変わんないしね。ババに座ったら死ぬは変わんない、変えらんない。そうだね、変えらない。で、ババは動くて、結局は自分ですね。もちろん。ちょっと、それ面白いに回しましょう。そんな来たかな、こういざ、満を持してベッドへ。気持ちいい。あのね、ふかふかする。いいっすね。硬くない、硬いわけじゃないんですね。あのね、背中がね、バウンってします。あ、バウンってしますね。バウンってするんだけど、フィットする感じ。バウンバウンしてもらっていいですか？コイキングで。絵面的に動いてた方がいいかなと思って。やめてくださいよ。この無駄なカメラの前にしてくださいね。あーあーゆるキャン。ゆるキャン。あーゆるキャン。これ座れるやつ。座れる座れる。あとお膳もあるし。ご飯。寒い寒い言いながらおでんとか最高じゃない？最高ですね。もう最高です。幸せの極みです。冬の幸せの極み。まあなんかピクニックみたい。私はさっきジブリ味が強い気がした。あ、ジブリが。すごい。なんかちょっと本当楽しい。
ナイフランプ片手に詰め込むやつだ。ジブリジブリジブリほらジブリじゃん。父さんが残したやつ。そう。あれ美味しい目玉焼きのトーストを朝作るんでしょ。むせちゃうな。じゃあ明日の早朝トランペット吹くね。テレデン。では、はい、オープン。じゃあ焚き火もつける。お、銀。なんだ？なんだ？銀。アルミホイルで。これね、焼きリンゴデザートがある。ちょっとめっちゃいい匂いすると思う。こっちはこちらのアロマ油。そうですね、サルシッチャ。サルシッチャ。これがね、あの今サーで提供してもらってるのが代々木上原にある、はい、あのイタリアンのライフさん、相葉翔一さんが今開発してるサルシッチャで、それをここに今入れてもらってるので、はい、めちゃくちゃ美味しいです。はい、楽しい。おでんが入ってる。おでん、はい、おでんはおでんっておでんだ。ガサッと入れて、ここにスープがあるのでこれ入れて、わあいい、グラグラ温めて、いや最高だな。あとはチキンが入れます。チキン、はい、これちょっとスパイス混ぜてあるので、ああ最高ですね。で、ふっくり焼いて、はい、最高すぎる。あそこで、おで、まだあります。まだ、おこれもさっきと同じ、はい、ありがとうございます。焼きリンゴとサラシンちゃん、はい、で、でこれがスペアリブです。スペアリブ、スペアリブと、あとはピクルスがあります。ピクルス、はい、こんな感じがサーの冬メニューです。ありがとうございます。今月から、これ全部セットになってるんですね。そう、これがもう、でもこれが今日だから特別ってことではなくて、いつものスタンダードのメニューなんで、あ、めちゃくちゃお得ですね。はい、その形で提供できます。めっちゃいい、はい、素敵、至れり尽くせりとは。そしてこれが春までの冬のメニュー、暖かくなったらこれがなくなるから、また今度はバゲットがあったりとか、はい、チーズがあったりとか、そういうのがあるし、多分今度はちょっとドライカレーを好きで食べる。わあいいですね。まあ、シーズンごとにいろいろメニューを変えていく。あのグリルでパンも焼けるんですよ。ラピュタいいね。ラピュタもいいし、ハイジもいい。あのチーズ、ハウルの、ハウル何でしたっけ？でかいベーコンをさ、でっかいベーコン。あ、でっかいベーコンも捨てがたいな。すごっ。そうだ、さっきのハウルも。でもハイジみたいにあのチーズのっけて食べたりもしたい。あれもいいな。我々なんか前回にあそこでも捨てる。はい、いいな。マイムマイム踊るかみんなで。チャンチャンチャランチャンチャンチャン。ロン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 。五人ってやばくないですか？ララ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 。何気にあれ足入れ替えるちょっとだけ。召喚だよね、なんか。怖。SD カードか。ここだけ好き。なんかさ、昔あったじゃん、こう男女でさ踊んなきゃいけない時にさ、あの思春期時のさ、手つないでくる男子とさ、つないでこない男子、はい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 、なんかこういう、こういうやつ。あのオクラホマミキサとかやつとかね。そう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 、だいたいそういう時はちょっとだけつまむタイプ。なんか指、なんか指をこうやって、こういう感じガッツリはいかない、こう。あとあの目合わせ男子、目合わさない男子、これでずっとこうやってさ。これ何なんだろうね、思春期特有のやつ。特有ですね、恥ずかしいから。ちょっと成長する生き物だった。お前が言うな。合ってんだけど、合ってんだけど、なんか違うのよな。なんかデロンデロンだったよ。え、うん、何ですか。どう。うまいの。クリームみたいになった。なんかぬぬってきます。